番スパイスが分からへんねん。デイリーストア。おう。フランスパイス。パスポート取りたいんです。日本語じゃない。俺真面目でやってるから。いずれてっぺん超える。はい、今日のリアクションなんですが、日本人の英語。日本人の英語。英語のゲームを見てもらいます。日本人が英語のゲームをやってるのを見てもらいます。ああ、オッケーオッケー。そう、で、このリアクションは実はめっちゃ有名、いろんな人がリアクションしてる。見たことないと思うよ。ジャニーズの人がやってるやつだけど。ああ。そう、関西のジャニーズの人がやってる。あ、じゃあ、楽しいね。そうそう、だから大阪弁で喋んねんけど、大阪弁で関西弁喋んねんけど、ゲームは英語で言ったものをみんなでこう、一人が英語を言います。それ英語を聞いて、もう一人がまた違う人にその英語を言う。ああ、it's like in English we call that the whisper challenge。そうそう、whisper challenge で、それを日本そのジャニーズの人、外国人、ジャニーズの人、外国人、ジャニーズの人っていう風になっていって。あ、絶対面白いわ。そうそう。で、最後の人は日本語で意味も言わないといけない。英語の意味言って日本語で私はこう思いますみたいな。いや、それ難しいよね。そうそうそう。それをできるかどうか。楽しみ。それはめっちゃ面白い。I love those kind of challenges。そう。で、この人らは結構アホやから。そう。アホ？そんな悪口言うの？いい意味でね。いい意味で。アホは関西弁でいい。じゃあ、あなたもアホやね。すいません。かしこまりました。なんで見てもらいました。はい。はい、じゃあ行こう。今回の伝言文は、海外のショッピングでよく使う英会話。皆さんもまずは一緒にお考えください。Is there a store close by? わお。わおですか。これ本腰でな、ほんまに聞いたらねわ。Is there a store close by?デレストラスコスパイこれは困ったな。伝言するのは Is there a store close by? 近くに店はありますか？海外のショッピングでよく使う英会話。どう聞こえてますか？ Is there a store close by? あ、まあまあね。スーパーにコースで回って買ってるんじゃないですか？その観光で行って俺も違うことぐらい分かります。 Is there a store close by? まあまあ分かると思うよ。思った。 Is there a store close by? She can get it. Come on. Okay. I would get it. 多分 Is the deli store close by? 近くにスーパーありますか？Is the deli store close by? あ、でもなんか似たような感じ言うてるやん、俺ちゃんと。はるかをもってしても軌道修正ならず。Is the deli store close by? Is that the deli store? 近くになんかないみたいな。あ、ちゃうか。クローズ閉まってんのか。あ、何時に閉まんの？かな。頑張って。チックショーわからないよ。一瞬コウメ男優出てきた。Is it deli store close by? 近いよ。そうなるよね。頼んだ。伝言はずれたまま。アンカーの村上へ。 Is there a daily store close by? Is daily store crown spice? 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 Daily store? ちょっとどこ行くのよ。クラウンスパイスが分からへんのよ。なんでなんか高級品なのかな。クラウンってついてるしな。では回答お願いします。ピッツァはイッツァじゃないよね。デイリーストアフランスパイス。一番悪いね。デイリーストアにはクラウンスパイスを置いていました。置いていました。こんなシンプルなことやったの？ぶり返して申し訳ないんですけど、クロースバイだけはずっと綺麗にこう来たんですよ。そうね。ぶり返したの風邪ひくぞ俺。ここまで来てるんですよね。クロースバイは。で、そこでクラウンスパイス。気を取り直して後半戦。It doesn't suit me. It doesn't suit me. それだけ ？One more, please. It doesn't suit me. It doesn't soup me. Soup. スープっつったよね今。伝言するのは It doesn't suit me。それは私には似合いません。海外のショッピングでよく使う英会話。It doesn't.スープミー、私のスープいりませんみたいな。笑ってますけど、俺だってそうじゃないことぐらい分かってるんですよ。でもこれはもう何回も言ってますけど、これ伝えたらいいですから。僕にははるかという女がいますから、ちゃんとやってくれるでしょ。It doesn't suit me。もうだ。It doesn't suit me。 分かった。なんとなくね、はるかはええ女や。なんとなく分かる。 It doesn't suit me。 私に合わない。俺そんなん言うてる？ It doesn't suit me。 It doesn't suit me。 It doesn't suit me。いや、分からん。何これ。なんとなく意味も分からへん。もう全然分からへん。It doesn't suit me。どういう意味だと思うんですか？知らん。普通に知らん。スーツは分かんない。分からないまま持ち前の音感を頼りに伝えてみる。It doesn't suit me。お、めっちゃいいや。一発。めっちゃ良かった。It doesn't suit me。発音が綺麗。本当ありがとう。錦戸のファインプレーからアンカーの村上へ。It doesn't suit me。短っ。何それ。え？何その感想。でも村上さん、俺も言うたそれ。俺も言うた。doesn't suit me。いやもうちょっとごめんやで。もうこれ絶対違うやつだからさっき潰しとくな。いいよ。私はスーツではございません。違う職員。違うもんだって。これ違う。これ潰してくれ。何パーほや言うてもそれぐらいは分かる。だって村上さんスーツじゃないんだもん。そうや。スーツこれなんやこのスーツは。スーツショーツ。まあ it's a difficult。T シャツってショーツやんな。あれ？T シャツってショーツやんなって。そういうことも日本語やったら T シャツやけど、あれ確か海渡ったらショーツじゃなかった？海渡ったらショーツな。あれ確かシンプルに考えた方がいいって。It's doesn't suit me。まあこれは私の T シャツと違います。え、ナイストライだよ。ナイストライ。似合いませんか。It's a difficult expression. I understand it. あと確認なんですけど、海外行くと T シャツがショーツになるんですか？いや、ないない。ない？ないなの名言。そう、ショーツとシャツ。シャツですよね。ちょ、横山君さ。俺は分かってたから出すのやめてくれ。なんで？なんか村上君が一生懸命考えてる時にさ、いやもうちょっとシンプルでいいんちゃうかなって。いやあやで。いやもっとシンプルにこういうことなんやろな。でも俺はすごいグッとこらえるもん。そうやな。人格者だから。それ。それ格好した俺のええとこ出えへんやん。Is it possible to return this? パスポート取りたいんですね。そんなこと言うてない。分かってんねん。聞こえんねんもん。Is it possible to return this? It was put to return this って言って、絶対に覚えてるって。Is it possible to return this? Is it possible to return this? どうしよう Is it possible to return this? 今私もうこれ聞いちゃう。もうあかんわ俺。え？ちょっと待ってよ。She's never gonna get it if he says it. His passport to return this. それ日本語じゃない。そう日本語。It is a passport to return this. Is it possible to return this? Is it tip included?What? Is the tip included? Is the tip included? Ah, is the tip included? いずれてっぺん越えれるしかない。ちょっと待ってや、お前ちょっと一回似てるとすんな。これはやばいぞ。これはやばいの来た。Is the tip included? ちゃうやん、そんなわけないもん。Is the tip included? Is the tip included? ちょっと待って、絶対もう無理。大丈夫です。いずれてっぺん超えるじゃん、超える。Is the tip included? 超えれるわ。そんな渋い顔して言われても超えれるようにしか言われへん俺。いずれてっぺん超えれる。はるかお願い、ほんまにふざけてるみたいになるから、はるかお願い、行くで。俺真面目でやってるから。いずれてっぺん超えれる。もう一回だけね。ちょっとどうする？ Is the tip included? Is it てっぺん超えれる？じゃあもうそうしか超えんねんもう俺。ふざけてないねんもう。Is the てっぺん超えれる？超えれる？超えれる？Maybe is a tip included. それ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 絶対それ。She's good. おおめっちゃ面白い。これは外国人絶対好きこれ。そうね。でも日本人もこれめっちゃ面白いと思ってる。面白い。いいね。聞こえるもんね。うん。Passport to return this. To return this. To return this. そうちょっと伝わるくない？Passport to return this. そう聞こえるくない？If you keep repeating it, I'll start hearing it. そうでまあ日本に住んでた時私英語の先生。あそうね。そうみんな知らないかもしれないけど。私日本の英語の先生でした。そうそうそうでなんか結構こういうそうあの空耳一も私の日本語も間違ってるよ。そう私はなんか。その空耳いつも面白い。みんななんかやってた生徒はまあそうあったら私からか生徒たちからもう面白いいつも、うん、で This reminded me of that いい時だった面白い楽しい時だったそうあ全然やっぱ聞こえちゃうもんねほんまに聞こえちゃうよね、うん、そう And because I kind of speak both I can understand both Like I can hear the English and I can hear the Japanese. そうね。そう、わかるよ。うん、面白い。でもまあ英語難しいよね。日本人にとってなんか全然違うからね。違う言葉だから。そう、絶対難しい。そう。じゃあリカさん、Is it possible to return this? ちょっと言って、パスポート取りたいんですみたいな感じで。できるかな。うん、Isパスポート取りたいんです。まあまあね。まあまあね。まあまあね。はい。じゃあ、はい。これ面白かった。めっちゃ。そうね。まあちょっと歌ばっかやったかなと。まあ最近ちょっと歌が多かったんでね。ちょっとたまには笑いもね。ごめん。ちょっと風邪ひいちゃった。うん。でも笑わせてもらって嬉しいです。こういうめっちゃ好きよ、そのなんか英語と日本語のミックスと、まあ面白い話。これあと2つ3つは作れるから。めっちゃ見たい。めっちゃ作れるから。これは飽きない？飽きない。飽きない？飽きれない？飽きない。飽きない。飽きれないはまた意味が違う。私も日本語頑張ります。頑張ってください。みんな英語頑張ってください。私はオランダ語頑張ってます。そう、頑張ってください。みんな頑張ることが。そうそうそう。みんな英語の質問あったらぜひ。I'll do it in English today. Thank you for watching. If you like the video, give it a like. And if you want to see more videos, please subscribe. パスポート取りたいんです。